X-29 正面から見た X-29AX-29 はアメリカ合衆国のグラマン社によって2機が製作された実験用航空機である。X プレーンズの一つ。全身翼をはじめとする多くの新技術を実証した。一見してわかる最大の特徴は全身翼とカナード翼である。全身翼では翼の根元あるいは 機体の重心位置で失速が始まっても翼端には気流が残っているため原理的に失速限界が高く、また横滑りの財布上側の翼の方が風向に対して翼腹が小さくなるために揚力が小さくなる負の上、返り図の効果を起こす空気力学的不安定さを持つ。このためフライバイワイヤーを使った飛行制御情報による修正を最大で1秒間に40回も 必要とする。この不安定ゆえに優れた旋回性能を期待された。また、揚力と向かい核の相互拡大の結果として、翼を破壊してしまうダイバージェンス対策として、十分な剛性を持つ翼を軽量に仕立てるために、先進的な複合材成形技術も必要とした。グラマン社によって2機の X-29A が製造された。 製造コストを低く抑えるために、全部胴体は F-5, 膠着装置は F-16、エンジンは F、A-18、油圧計は A-6 からと、かなりの部分を原容器より流用し作成されている。初飛行は1984年、その後10年以上にわたって試験が続けられた。1985年12月13日に2機のうち1機が、 全身翼航空機による初の超音速水平飛行を達成した。X-29A は向かい角45度までの間で素晴らしい操縦性と機動性を実証した。飛行制御システムは30の上調性を備えたデジタルコンピュータによるものであり、バックアップとして30のアナログコンピュータを備えていた。システム全体としての不具合発生率は 普通の飛行機の機械的な不具合発生率と同じくらい小さいと見積もられた。1号機は国立アメリカ空軍博物館に展示されている。2号機はドライデン飛行研究センターに展示されている。フルスケールモデルが国立航空宇宙博物館に展示されている。右から見た X-29。機種センターにはピトー管が 排気のズル直上にはスピンからの回復用パラシュートがある。主翼上面や胴体にはタフトラ式物も見えるボルテックスフローコントローラーとは日本語に訳せば下流制御機になる。この技術は機体表面に微量のガスを噴射し、機体表面に気流の渦を発生させる。そして気流の渦でできた負圧により機種の動きを制御する装置である。 気流の渦での機種角度の変化を他の事例で例えれば野球のボールを投げた際の変化球をイメージすると良い。これを用いることで尾翼の存在がほとんど不要になる。大向かい各飛行でも機敏な姿勢制御が行える技術である。ビデオ、ありがとうございます。